はいどうも皆さん、こんばんは。今回はですね、1.21横浜アリーナ大会の、ま、勝敗予想についての話をね、えー、していきたいと思います。まあ、もうね、開催がね、えー、すぐ迫って、すぐそこまでね、えー、迫っているこの大会なわけではあるんですけど、まあ、やっぱりこう気になるのはね、まあ、一体こう勝敗予想はどうなるのかというのが、まあ、やっぱり非常に気になるかなっていうふうに思うんですよ。 まあその中でも特に、今回はこのロスインゴ v バーサス、混合のまあシングル5連戦に絞って、今回まあ勝敗予想していこうと思いますので、この5連戦なんでもちろんこう引き分けがない限りは、どちらかのユニットがこう勝ち越すということになりますので、非常にこう重要なユニット対抗戦であると。このユニット対抗戦の勝敗が、新日本プレスののはどっちがね、終わった後印象が強かったのかというのを決定づけると言ってもえ過言ではないと思いますので、一体ね、 どんな結末を迎えるのか、今回はね、えー、ちょっとこの辺りを予想してみましたので、ぜひね、最後までご覧ください。早速ね、本題入っていきましょう。 はい、で早速本題なんですけど、まあ、今回ですね、ロスインゴ VS 混合のユニット、えー、シングル5連戦、まずこちらのカードをね、えー、改めてまあご紹介しますと、第5試合目が、えー、これ、武士選手 VS 忠助選手、えー、第6試合目が、えー、高橋宏夢選手 VS 大原はじめ選手、第7試合目が、澤、えー、田選手 VS 曽谷選手、えー、第8試合目が高木選手 VS 中島選手、そしてメインイベントが、えー、内藤選手 VS 慶応選手という、全、まあ、5試合がね、 えー、ラインナップされてい早速ねじゃあ総敗予想していこうと思うんですけどまずその今回の対抗戦っていうのは、えー、もちろん NOAVS、えー、新日本プレスであるとでしかも今回のこの大会というのは、まあ、お互いの会社がこう、えー、協力をね、えー、し合う形で行われていますので。 その勝ち星としてはなんかそのどちらかが圧倒的に勝つということは僕はえないんじゃないかなというふうにまず予想してるんですよ。例えば新料プレス側がゼロ勝合牌とかになるとか、逆にこうノア側がねゼロ勝合牌になってしまうとかそういうことになるとこのゼロ勝側の団体がもちろんまあいい顔するわけがえないと思うんですよ。えー、ゼロ勝ってちょっとどういうことですかとさすがにその地価の差ありすぎるんでそれはちょっとできませんよってふうにまあそういう中やっぱりまあそのあたりはやっぱりこう団体の事情というかまあおとの事情がねえ僕はまあ裏ではあるとは思って 思ってますのでやっぱり勝ち点で見るとこれは2勝3敗かあるいは3勝2敗に形3勝2敗っていう形になる可能性が高いかなっていうふうに思うんですよ逆にこれで5勝0敗とか0勝5敗だったら非常に面白いなっていうふうには思うんですけどさすがにその辺りはちょっと大人の事情も込みでまあその勝ち点がかなり近い形になるのかなっていうふうには思ってますね。 じゃあ、そう考えてみたときに、まずこの新日本プレス側ですよね。新日本プレス側の選手で、まあ、この絶対、まあ、絶対ってちょっとあれなんですけど、この負ける可能性が、えー、とても低い試合というのが僕は、二、えー、2試合あるのかなっていうふうに思うんですよ。それが、まあ、この第6試合目の高橋博夢選手と、えー、第8試合目の高木慎吾選手。この2人に関しては僕は、まあ、ほぼほぼ勝つのかなっていうふうに思ってますね。 なぜ、えーまあ、かと言いますと、まずこの高橋宏夢選手に関して言うと、まあ、彼は現役のえ現在 I w G P の、IWGP のジュニアヘビー級チャンピオンであると、まあ、この現役の IWGP、えー、のジュニアヘビー級チャンピオンが、タランタの選手に負けるって、これ、かなり僕は大きな意味が、えー、あるのかなっていうふうに思うんですよ。まあ、現役チャンピオンが負けるってことは、つまり、勝った選手は、その新日本プスレス側のどの,どのジュニア選手よりも、一番強いっていうことになりますので、まあ、それはやっぱり非常にま,まずいって言ったらあれなんですけど、まあ、新日本プレス スカーののジュニアの威厳がなくなくってしまうと例えばこれでじゃまさかをね次の IWGP ジュニアヘビー級挑戦者として、えー、大原一選手がいるんであれば、まあ、ここでその負ける可能性ももちろん十分あるとは思うんですけど、まあ、この次期挑戦者現在楊選手がすでに、えー、決定済みなんで、まあ、ここで現役のチャンピオンでもた現役のチャンンピオンでもある、えー、高橋宏夢選手が負ける可能性はさすがに僕は、えー、低いのかなというふうに思ってますね。 で次の高木慎吾選手に関してなんですけども確かに高木慎吾選手も現在は現役の KOPW チャンピオンではあるんですけどただ高木選手に関して言うとそれよりも大事なことがあってそれが高木選手が次期 IWGP の世界ヘビー級の挑戦者チャレンジャーであるということの方が僕は大事かなというふうに思うんですよ。 で現在この新日本プロレスでも最高峰のベイトでもあるこの IWGP 世界ヘビー級に挑戦するということはまあこれはやっぱ非常に価値が高いレスラーであるまあ証拠かなっていうふうにも思うんですよじゃ仮にここで高木選手がじゃあ中島選手に負けるなんてことがあるとあれ次の挑戦者高木より中島の方が良くねっていうふうにまあ思うのは結構自然かなっていうふうに思うんですよ やっぱそんなことになってしまうと、高木選手の世界ヘビー級の説得、世界ヘビー級挑戦っていう、挑戦っていう、まあその新日本プロジェクトからしても一大プロジェクトの説得力が、まあその失われてしまうと。団体最高峰の、まあこうベルトマッチを控えた高木慎吾選手というのが、まあこのタイミングで他団体の選手に負けるとは、ちょっと僕は正直考えにくいかなっていうふうには思ってますね。 まあそんなわけで、この第6試合と第8試合に関しては僕は、え、新日本プレス側が勝利を収めるんじゃないかなっていうふうには、え、予想してますね。なので、この時点で、まあ新日本プレス側が、まあ2勝を持っているわけではあるんですけど、まあそれで、残りの試合をこう考えてみますと、やはりこう気になるのが、まあメインイベントの内藤選手バーサス、え、慶応選手、ここがやっぱり一番気になるかなっていうふうに思うんですよ。なんだったら、まあ他の試合全部分けてもここが勝てば、え、勝利なんじゃないかってさえ思えてくるぐらいの、やっぱこのユニットの対象対決であると。 対象対決やっぱここが非常に大事かなっていうふうに思うんですよ。 で、もちろん、ね、新日本プレスファンとしては、ここは、内藤選手の勝利をね、えー、予想したいところではあるんですけど、えー、僕はここ意外とね、ケ、え、ン、ー、選手勝利も全然あるなっていうふうに思ってるんですよ。それどうせかって言いますと、まずその現在内藤選手って、まあ、その現役のベルト保持者ではないわけですし、まあ、その海野翔太選手との、えー、シングルマッチっていうテーマこそあるんですけど、まあ、それもその新日本プレスの現在主流のベルトには、えー、全くこう絡んでいないと。なんで、えー、内藤選手がいにここで負けたとしても、まあ、 新年のースのベルトマッチがどうこうっていうことは特にないと。 さらに、内藤選手ってなんだかんだ、やっぱ非常にこう、格、まあ現在4強にいるぐらいなんで、まあ、格はあるんだけど、なんかもう負けてももう格が落ちないぐらいの、え、領域に内藤選手は入ってると、に入ってるので、仮にじゃあここで内藤選手や剣応選手に負けても、こう内藤選手のこう、新日本プレス内での人気とか格が、まあ、落ちることは僕はほとんど、ほとんどないかなっていうふうに思ってるんですよ。で、しかも、えー、内藤選手非常にまあ、その会社に対する忠誠心が、え、高いことで有名なんで、まあ、その会社のためになるんであれば、 団体の選手にこうメインで負けることも実はないってこととを、えー、内藤選手はまあ予想されるとなので、えー、意外とこのメインに関しては僕は、えー、内藤選手コロッと負けるんじゃないかなっていうふうにも思ってますねなのでこの慶応選手勝利エンディングという、まあ、その新日本ペースファンからしたら完全なるバッドエンディングではあるんですけど、まあ、そうなるんじゃないかなっていうふうにはちょっとねあの予想してます。 えこの時点で、新日本プレスが2勝1敗ではあるんですけど、まあ、このメインで負けることを考えると、さすがにこう勝ち点ではね、えー、新日本プレス側が勝ち越すかなっていうふうにも予想してるんで、えー、残りの,この第7試合は真田選手の勝利、そして第5試合はえブッシュ選手の敗北かなっていうふうにはえ予想してますね。 ま、これで、え、新日本プレス側が3勝2敗で勝ち越しはするんですけど、まあ、メインで内藤選手が敗れているので、まあ、今後、まあ、その混合側も印象を残せるという、両者にとって、ま、こう悪くない結果に落ち着くんじゃないかなっていうふうに僕は今回ね、えー、予想してますね。 で、もしこれで、そのメインで内藤選手が勝利する場合ですよね。え勝利する場合は、え、こう、サナ選手が敗北して、まあ、同じく3勝2敗になるんじゃないかなっていうふうには、え、予想してますね。ただ、この場合は、だいぶ僕はロスイング側は優勢で、え、終わったという印象が強く残りそうですね。逆に、こう、新日本ペース側が、例えば2勝3敗とかになると、おい今後、強いロスイングに勝ったぞっていう印象が、え、結構強く残るかなっていうふうには、え、思ってますね。 はい。というわけでね、えー、今回は、まあ、勝敗予想として、新日本ペース側の、えー、3勝2敗で、サ、えー、田ダ選手、高橋博夢選手、高木慎吾選手の勝利を、えー、予想するわけではあるんですけど、ぶっちゃけね、僕ね、これね、あの、外れてほしいなというふうに思ってるんですよ。特に、この博夢選手、高木選手の勝利は硬いっていうふうに予想したんですけど、まあ、だからこそ、ここの2人がもし負けるなんてことがあると、もうこれは新日本ペース側からすると大事件かなっていうふうに思いますね。まあ、それこそ、えー、大原選手、中島選手の発言権が、こう、大いに増すこと ことになりますのでなんだったらもう次期挑戦者として次期挑戦者として、まあ、この2人がね、えー、名前を挙げても全く違和感がなくなるわけなんですよ。あとはやっぱりこのメインの対象対決がどんな結末を迎えるかというのも、えー、非常にこう気になるところかなというふうには、えー、思いますね。というふうにね、やっぱりこう非常にね、こう注目度が高いこちらの大会、今から楽しみにね、えー、1.21横浜アリーナ大会を待ちたいかなというふうには思っております。というわけでね、えー、今回のお話は以上になります。僕の動画はこんな感じで、えー、新入プレスに関する 情報なんかの動画をどんどん発信していきますのでぜひ、ね、チャンネル登録と高評価の方でよろしくお願いいたします僕の話をしていてくれされましたら Twitter、えー、の DM に送っていただきますと、えー、動画あるいは僕の、えー、動画の方でね返答するかもしれませんので、えー、どしどしお待ちしておりますはいではまた次回の動画で会いましょう以上